どうも、錬金術チャンネルのアルキミッサです。楽天経済圏？いえ、今の時代は au 経済圏でございます。au 自分銀行は金利200倍だったりと、特に金融に強みを置く au 経済圏を徹底解説していきたいと思います。au 経済圏というのは全サービスを紐付けることでめちゃくちゃ便利でなおかつお得になります。真ん中にあります au 自分銀行を中心にとにかくいろんなものと紐付けることによって金利が上昇したりペイサービスが使いやすくなったりといろいろ恩恵を受けることができます。まずはなんといっても金利最大 0.2% の最強ネット銀行 au 自分銀行。この金利 0.2% っていう数字はなかなかお見かけしないと思います。それこそメガバンクと言われている三井住友やあとは三菱 UFJ といった店舗型のこういった銀行というのは大体が金利 0.001% といった非常に超低金利であるんですけれども、なんと au 自分銀行の場合はその200倍の 0.2% でございます。これはすごいですね。だから皆さんが銀行口座にお金を入れるっていうだけでこんなにも差が開くっていうわけでございます。どうせね、銀行預金するのであれば金利高い銀行の方がいいですよねっていうことで au 自分銀行はかなりこのチャンネルでもおすすめしております。さらにこれ何がいいかっていうと、 au ユーザーでなくても銀行口座や au ペイ、クレジットカードや株コム証券開設することはできます。私は今契約しているのは LINE もなんですけれども、普通に使うことができております。しかもですね、この au 自分銀行、まあいろいろねペイカードとか株コム証券とか紐付けて最大 0.2% なんですけれども、条件達成において全部無料で作ることができるっていうところも素晴らしいです。それこそ必要なものっていうのは au 自分銀行と au ペイカードと au 株コム証券と au ペイということで、まあこの真ん中の au ペイカードもゴールドっていうのがあるんですけれども、別にノーマルでもちゃんと 0.2% 達成することができます。ただ強いて言えばね、金融サービスの口座開設がめちゃくちゃめんどくさいと。だから au ペイっていうアプリ自体はすぐ終わるんですけれども、こう自分銀行とかカードとか証券とかはやっぱり時間っていうのがまあまあかかりまして、全部揃えるのに1ヶ月ほどかかるっていう難点がございますので、そこだけはめんどくさいんですけれども、それさえ達成することができれば au 自分銀行は金利 0.2% ずっと維持し続けることができます。さらにね、 au 自分銀行は金利 0.2% っていうだけじゃなくて自分プラスっていうサービスもございまして、なんとねマックスで180ポイントも月々ポイントを獲得することができます。まあ、一番右のプレミアムですね、ここまで達成しておけば楽々と達成することができますが、このねプレミアムになるためにはどうすればいいかっていうと、この下記の5つを達成すれば OK です。1入金、2口座振り替え、3キャッシュレス決済、4エンタメ、5資産運用、6残高なんですけれども、エンタメに関してはちょっとこれは課金必須なので、これを省いた残り5つで今回達成していくわけなんですけれども、残り5つは自動化が可能でございまして、残高をね50万円以上キープするこの6の残高ですね、総資産残高50万円以上、これだけ気をつけるようにしましょう。なのでこれ確か自分プログラムが毎月20日で定められているんで、20日のタイミングでちゃんと残高が50万円以上なるようにキープしておいて、それ過ぎた後からまあその50万円をねどっか証券口座なりに振り分けて、まあ自由に使うっていうのも全然ありかなと思いますし、私はねその手法でとりあえずこのプレミアム認定されるまでに50万円とかねキープして、達成したらもうまた放置するっていうようなやり方でやっております。でこの5番の au マネーコネクトの設定に関しては銀行とね証券の紐付けを指しておりまして、で3番のキャッシュレス決済に関してはオートチャージ
がちょっと注意点ございまして、これ au 回線持ってないと設定不可となっておりますので、ちょっとねそこだけ気をつけていただきたいと思います。あとはね特に気をつけることございませんので、1の入金に関しては定額自動入金サービスで達成することができるし、2番の口座振り替えに関してはこの au ペイカード、これそもそもau ペイカードの口座引き落とし設定でプラス 0.05% になりますので、まあ、これの時点でしっかりとねこの2番の口座振り替えは達成できてるし、キャッシュレス決済に関してはとりあえずね au ペイ残高に、まあ、オートチャージはできなくても手動でねチャージしておけば OK で、まあさこれね後に説明するんですけれども、 au ペイにねチャージした現金分は払い戻し機能で全然こっちに銀行口座に戻すこともできますので、チャージしたらもうあのお金戻ってこないっていうことはございませんので、プレミア判定するためだけにチャージするっていうのもありでございます。でちなみにねこの au ペイ、続いて au 自分銀行ではなくて au ペイの紹介に移るんですけれども、この決済アプリの au ペイっていうのは還元率を 0.5% 上げることが可能っていう魔法のような決済でございまして、まあ、例えばねアプリの場合ですと QR コードで決済したりとか、あとはいろんなキャンペーン、還元キャンペーンの対象になったりして、例えばスシローでなんかお食事するとなんか 10% 還元になりますよとか、なんかどこぞのネット決済で還元キャンペーンやります、 Mac で還元キャンペーンやってたりとか、ちょこちょこね還元キャンペーンやってたり、あとは街のキャッシュレス決済っていう、まあ、町独自でやっているような還元キャンペーンの対象にもなったりするんで、 QR 決済は比較的ポイントが貯まりやすいっていう側面がございます。で au ペイって珍しくて、プリペイドカードとアプリが紐付けられておりまして、このプリペイドカードもめちゃくちゃ便利なんですよ。カード番号がついているプリペイドカードなんですけれども、こちらの場合は、まあ、単体で使う方はあまりいない。どちらかといったら例えばね上のようなミクシー M っていうリアルカードにチャージすることによって 0.5% プラスアルファさせて、まあお店でねクレジットカードのように使ったり、あとは ANA ペイっていうサービスにチャージして、そこからトヨタウォレットっていうサービスにチャージしたりする、まあハブの役目としてねチャージにチャージを重ねることによってポイント還元率を上げたりするっていう、本当錬金術のような技ができてしまうっていうような仕組みとなっておりますので、結構このプリペイドカードも便利でございます。もしかしたらねこの au ペイっていうのは、まあ、アプリしか目いってなくてプリペイドカード全然使ってないよって方もいると思うんですけれども、むしろプリペイドカードの方が、まあ、使えたりするかもしれませんので、まあ、もしもねこのタンスに眠らせているとかっていう方がいましたら、まあ、この動画参考にしてぜひ使ってみてはいかがでしょうか。でこの au ペイなんですけれども、便利なところがね、マスターカードとアメックスであればどんなカード会社からでもチャージができるっていう特徴がございます。他のビザとか JCB に関しては、まあ、楽天カードとかセゾンカードとかエポスカードとか、まあ、そういった特定のブランドからしかチャージできないんですけれども、マスターとアメックスに関してはどんな発行会社からもチャージすることはできてしまうので、このね au ペイプリペイドカードを経由することによって、まあ、クレカのね還元率を上げたりすることができるっていう魔法のような裏技がございます。まあ、私はこのおかげでね10万ポイントぐらいこの au ペイプリペイドカードで獲得したことがございます、実は。で続きまして au ペイカードの方なんですけれども、これはね正直 au 自分銀行とかあとは au ペイっていう決済に比べると使い道はそんなにないかなと。だからとりあえず au 経済圏を維持するためだけに、まあ年会費とかもね無料ですし、でこの年会費に関しては一応1回以上使わないと、この真ん中にねちらっとあります1375円かかるっていうのはあるんですけれども、この後紹介する au 株コム証券と一緒に使えば別に年1回のね利用なんていうのも簡単に達成することはできますので、実質年会費無料かなということで、今回は年会費無料だからとりあえず持っておけばっていう風に紹介させていただきます。まあ、とりあえずね発行して放置で十分かと思います。あの au ペイカードを使うぐらいだったら au ペイプリペイドカードをねあの思う存分使った方が絶対にいいです。で au 株コム証券と au ペイクレカ
を一緒に使うことで、なんとね、投資信託の購入で au ペイカード決済すると 1% 還元になると。でポイント獲得のみでなく、クレカ積立でカードの年会費も回避ができると。だ通常であれば使ってないと請求される年会費に関しても、この au 株コム証券の投資積立で全然回避ができると。でしかもさらに言ってしまうと、まああんまり大きな声では言えないんですけれども、国債ベースの値動きが少ない銘柄を購入した後に速攻で売るっていう、即売りっていう技を使えば、なんとポイントだけタダ取りして、で5万円分最大投資することができるんですけれども、そういったね投資に使ったお金も取り返すことができるっていう、ポイントだけタダ取りして500円分相当のポイントを月々もらうことができますっていうような裏技も実はありますが、あまり大きな声では言えないんで、ここでは口頭のみの解説をさせていただきます。そしてねチラッと出てしまって、であんまりね au 経済圏とは関係ないんですけど、 au 株コム証券の使い方でもう一つすごい使い方がありまして、それがね駿河銀行と組み合わせる必殺技なんですけれども、こちらはポンタポイントが貯まるわけではなく、駿河銀行の G ポイントが貯まる技なんですけれども、駿河銀行と au 株コム証券を紐付けることによって200ポイントをもらうことができます。それが何かっていうとね、まあちょっとこれは別の動画でご紹介している技なんですけれども、まあね、あの駿河銀行からいろんなところから引き落としをさせることによって、まあポイントをね、このようにこの1件のポイント引き落としによって、まあ、10ポイントなり5ポイントなりもらえるっていう技なんですけれども、これを au 株コム証券と組み合わせるとどうなるかっていうと、まあ、まずね、20件これが達成することできますので、まあ、200ポイントもらうことができますと。で一応ね150円の積み立て設定を、まあ、毎日のようにね引き落としをするとどうなるかっていうと、まあ、実質投資の還元が 4.3% 還元になるっていう、マジで意味わかんない還元率になると。投資をするだけでなんとこんなに還元率が高くなるっていうことで、まあ、ちょっとね余談にはなって au 経済圏とは関係ないんですけれども、 au 株コム証券と駿河銀行で200ポイントがね手に入って還元率もすごいことになりますよっていうことで、まあ、これはね別の動画でご紹介しておりますので、興味のある方はぜひ見ていただきたいと思います。で au 株コム証券と駿河銀行はね、あのこのように毎日設定ができれば、31日分ねこのように設定できれば OK なんですけれども、あくまで平日しか買い付けされないので、まあ、大体ね20日ぐらいかなっていうことで、今回はまあ ×20 として計算させていただきました。あとね au マネカツプランっていうのもあるんですけれども、これやることで au 株コム証券の金利が 0.3% になるっていう、まあ、一見お得に見えるプランがあるんですけれども、これは逆にお金かかるので必要ないです。あの私ね冒頭でも言いました通り LINE も使ってるんですけれども、あと今回のこの条件に関しては au 回線に切り替えて、なおかつ電話のコースもまあ、特定のものにしないと au マネカツプランに参加できないっていうことで、先ほど紹介したやつは別に au 会員でなくても別にね参加可能だったり設定可能だったりするんですけれども、マネカツプランに関しては au 回線を保持してる方ではないといけないし、しかも余計なお金を払う羽目になってしまいますので、あまりねこの au マネカツプランの参加はおすすめしておりませんと。最後ねちょっとした裏技を au ペイプリカでご紹介するんですけれども、実はね au ペイプリカっていうのは小銭を一気に消し去る必殺技っていうのもできまして、どういうことかっていうと、通常であればお財布の中にある小銭を使い切るには、まあ、お買い物したりとか、あとは ATM にね小銭いちいち入れないといけないんですけれども、まあ ATM ってどうしても日中行けなかったりとか、あとは田舎だとマジでないんですよ。マジで笑っちゃうぐらい銀行の ATM がなくて、こういったセブン銀行とかコンビニの中にある ATM も小銭に対応していなかったりと、まあ、なかなか田舎に住んでるとわかるんですけれども、まあ、こういった小銭消費っていうのが難しい場面っていうのがあったりするんですけれども、そういった方は au ペイプリペイドカードを使うことによって小銭を消し去ることができますという技でございます。どうやるかっていうと非常に簡単で、ローソンに行って店員さんに au ペイプリペイドカードにチャージをお願いしますって言って、でチャージ金額を1000円以上にして1000円札と、まあ、小銭ジャラジャラで
お渡ししてチャージをするって、それだけなんですよ。でそのチャージをするとどうなるかって言いますと、まあ、このように自動払い出し機能っていうものがございますので、現金でチャージをしても au 自分銀行に次の日には振り替えられるということで、ちゃんとね残高じゃなくて銀行口座に元に戻るっていうような裏技なんですけれども、まあ、これはね田舎に住んでいてなかなかね小銭の処理に困っているっていう方向けでございますので、 ATM に行ける方はできるだけ ATM に行きましょう。私もねちょっとコミュ障であんまり人と会話したくないんで、これのためだけにね店員さんに苦労をかけさせたくないんで、まあこの技は一回も使ったことないんですけれども、まあ田舎にね私も住んでいたことがあって非常にね気持ちはよくわかりますので、まあ、もしもねよろしければぜひ活用してみてはいかがでしょうか。ということで本日は以上でございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価ぜひよろしくお願いいたします。他にも Twitter、TikTok もやっておりますのでぜひ見に来ていただければと思います。 Twitter ではねこういった節約情報だけでなく投資の情報なんかも公開しておりますので、皆さんのねマネープランにぜひ活躍できるような情報というのを更新しております。 TikTok に関しては YouTube ショートに公開している動画よりもちょっと尺長めの動画をよく出していたりします。ちょっと YouTube ショートはどうしてもね1分っていう尺の決まりがあるんで、なかなかねちょっと1分に収められない場面っていうのも多々ありますので、そういったところをねおまけ動画みたいな感じで TikTok に流したりしておりますので、興味のある方は概要欄から見に来てください。業務連絡、タヌキの恩返しって復刻しないんですかね。なんかさ春夏秋冬みたいな感じでさ、タヌキの恩返しとか大恩返しとかあって、昔はさそれこそ aupay に5万円なりチャージするとなんか何パーセント還元されて、でなんか aupay カードでチャージすると 5% プラスアルファされてみたいな、結構いいキャンペーンがちょこちょこやってたんですけれども、なんかねタヌキの大恩返しもそれこそちょっと偶然なんだけど、ここのね左にさ秘宝タヌキの大恩返しって書いてあるんですけど、なんかさ1年ぐらい前からタヌキの大抽選会になっちゃってさ、なんか全然旨味がなくなっちゃったと言いますか、そうなんかタヌキの恩返し系がまた来てくれないかななんていう風にこの au 経済圏解説動画を撮っていてすごく思いました。このチャンネルでは誰も教えてくれない人生が好転するお金の情報というのを日々更新しております。もしも興味のある方はぜひ他の動画を見ていただきたいと思います。ということで改めてこの動画がいいと思った方はチャンネル登録高評価をぜひよろしくお願いいたします。ということでさよなら、バイバイ。